えー、皆さんこんにちは。えー、2020年向けの、えー、学習経験者用のコースですね。えー、今日はそのコースについて、えー、紹介させていただきたいと思います。えー、担当レクセニ講師弁理士のノトミです、えー。今年もですね、まあ本試験が終わって。 えまあ様々なんですね。こう結果が出て、まあ翌年度のまあそのコースということで、えー、まあ結果を踏まえてまあリスタートという形にえなります。で、この、えー、私のこの単論のですね、あのコースはですね。うん 1、えー、一期合格コースというね、まあ、ちょっとシンプルな名前がついてるかと思うんですけども、えー、担当受験される方とそして論文受験される方ですね、まあ、それぞれ担当から論文からっていう方はいらっしゃると思うんですけども、えー、特にまあその担当試験からですねこう参戦される方は、えー、その担当試験と論文試験の,その勉強の比率だったりとか、まあ、うまくその相乗効果をまあ,あのね 踏まえながらやっていくとか、まあそういうことがやっぱりこう悩みどころだと思うんですね。で、論文試験からまあこの参戦される方はですね、えー、その今の論文試験はやっぱり単独知識が 薄かかかっっったたりりり弱するとやっぱ受からない試験ですよね担当の免除の制度ができてからというもの,あのやっぱりちょっと担当的な問題が論文で問われる、まあ、私の方では事案解決系と呼んでるんですけども拒絶事例を見つけるとかあとまあその判断する登録要件の判断をするとか、まあ、そういう,こう今までだったら担当で聞いてれば丸伐のえでよかったところをその回答に至るプロセスを書かせるというね。 のところなんですけども、そういうちょっとこう。担当的な問題が論文で出てきてるでテーマに関してもそうですよね。やっぱりその侵害とかオーソドックスな論文、プロパーの知識よりもあのどちらかというと手続きですね。そういったところがよく出てくるしで、特にそのやっぱり条約絡みとか、そういうところがあのやっぱこうね。比重というのが多くなってきてます。うん でその一方でまあ一行対策問題もあのまあコンスタントに出てますからまあそういうようなあの様々なこうねバラエティに富んだところで、えー、論文も出てくるのでやっぱり知識の確かさっていうのはやっぱ確実に必要なんですよねでその部分でやっぱり担当受験される方にとあのと比べてですねあのやっぱりこう 弱点になってしまうっていうことがあってはいけないので、えー、私のそのコースの中ではそのまあ単論の一期合格っていうこととで論文から参戦される方にとってはその並行して担当の勉強をされる方と 同じようにこの進めることでその知識面で負けないというねその論文の講座の中で例えば宿題の部分でちょっと並行してこの担当の知識を維持するようなフォローの部分をスケジュール表に入れていったりとかまあそういうちょっと工夫をしながらですねとにかくどこから参戦しても最後ちゃんと最終合格までいきましょうよっていうねそういうあのまあところになります。 はいでえっ、ー、とまあパンフレットとそしてまあ特にそのちょっと特徴のある部分に関しては見、えー、本レジュメなんかをちょっとお見せしながらですねお話をしていきたいと思っていますでまず、えー、この一期合格コースですねどういう方に受けていただきたいかっていうことなんですけどもまあ本当にゼロからっていう方は対象としていません まあ、要は本当に1も2も分からないというねまだ入門講座なんかも受けたことないしで入門講座に相当するような知識もお持ちではないという方は対象としていません。 ただ、1回でもやっぱこう試験を受けてみてでやっぱり、その結果が出なかった方ですよね、だからある程度、何か知識のベースはあると思うんだけども、やっぱりそこが不完全だから結果が出ないわけなので、その不完全部分をやっぱ完全にするっていうのが、この中上級コースの特徴ですから、まあ、そういう意味でベースはあるけど、まあ、あるつもりだけどでいいんですけどね、そこは、でっこぼこの部分がやっぱあるっていうことを前提にしたいと思います。 であと担当に関しては特にあの気をつけてもらいたいなと思ってるのはですねんあの基本的にその暗記を前提としているっていう講座ではないのであのもう覚えれば終わりっていうようなところっていうのはあの基本的にはその 覚える方法だったりとか覚える順番だったりとか、まあ、そういうことは大事だと思うので指導の中に入れていきたいと思っていますけどもやっぱり説明して分からなきゃいけないこと、まあ、分かってほしいことですよねあの理解することを前提にするっていうことをあの担当対策でも大事にしているのであのとにかく覚えろ覚えろっていうようなあのところはあの避けていきたいなと思っています。だから理解ででその知識量をを調整してていいいいくっっうここととすねだから覚えななきゃいけないところをやっぱり 減らしていくっていいいいいくととうことをやっていきたいと思いますあの条文の,その読み込みっていうことをやっぱこう徹底していくっていうことが大事なのでそこをなんか何て言うのかなその単に機械的にインプットっていうふうに誤解される方が多いので今ちょっとそういう話をしているんですけどもあの条文の読み込みは完全にその覚えてしまうっていう意味ではないのでその条文の中で、ね、どこを あのとにかく覚えなきゃいけないかっていうことの、まあ、指示シートであるんだけどもそれはなぜこの手段になってるのということに意味があったりとかするわけですよね。例えば全治審査よく出ますけども全治審査での方式審理っていうのはあの拒絶されていく審判を請求していても審判官の合議体は全治審査があの始まる段階ではまだ合議体組まれてないので結局合議体、ね、審判長がやるわけではないわけですよ。その あのえ何、ー、て言うのかな方式の結果なんかをねやっぱりあの。 通知していくことなんかできないわけですよね。こう方式って誰がやるのっても、うその場では結局長官しかいないわけだから。結局やっぱり長官が下になるわけですよね。だから、そういうなんていうのかな。あの意味があるところですね。それも全知の流れで、どのタイミングでご期待が組まれるかってことが分かってれば。覚えるってことよりも、やっぱり理解でま、まかなえていくインプットだと思うし。で、そうすることで、やっぱりその定着っていう部分も確固たるものになっていくので。まあ、そういうことを、こう、あの大事にしながらの条文の。 インプットでその指示あのレジュメとしての、えー、N プロシートっていうことになりますのでまあ、そういうちょっとあの理解を大切にしてほしいんだっていうことをまずあのお伝えしておきたいと思いますね。でえっ、ー、と私の方ではあとその大事にしていることはですねこの担当の問題っていうのは確かにえっ、ー、と ただ条文例えば新規戦争の例外の問題っていうのは30条がまあ主にはなりますけどもただ29条だったりとか、うん、そうですねあの、まあ、29条まあそうですねあの洗顔いわゆる出願時が訴求するわけではないってい意味で39条が絡んだりとか、まあ、そういうですね あとはそうですね分割とかあの変更とかだと提出犠牲の条文があるので,でそういうところであの、まあ、その30条があとそういうあの複数の条文が絡んだりとかするますから一テーマで台文,、ね、文が作られるとしても担当の問題ですね台文が作られるとしてもやっぱりその。 一つの条文につき一問ってわけではないので、やっぱり複数の条文を総合的にやっぱ見ていくとで、初級であれば単論なんかがね。象徴的なように、やっぱり前からやらないと。あの例えば肉の2の条文をやっぱり説明しておかないと4。4条あのあ逆ですね。えっ、ー、と44条とか46条とか46条の2とかの条文を知らないと肉の2と。 で例えば44条2項正し書きの問題の,その、ね、複合問題が出た時にやっぱ解けないじゃないですか後ろの条文も前の条文見る時に知っとかないとってことね物理的に。だけどもあの中上級の方であれればもうそれ分かってますよね44条とか46条が何かってことはある程度分かってるんで肉の 2, 2の時にもその話をしても当然分かるわけですよ。ですからその知って いるっていうことを一応前提にしてるっていうのがそういうところなんですけどもやっぱり担当の問題がどの範囲で作られるのかっていうことを一応考慮した上での,あの関連条文ですねでそこでそのひもづけて見ていくとだから29条の,あの2の問題の時にやっぱりこうやってあの分割の話とかをやっぱりしていくわけですよ。 で初級だとやっぱりいきなり「え分割って何?」って話になるけど中上級なので肉のの2でで分割の話をしたってわかると思うんですよねでむしろ肉の2だけの要件を聞く問題よりもやっぱり44条とのあのやっぱりねあの複合問題だったりとかあと優先権とのその複合問題だったりとかそういうものでやっぱ中上級はやっていかないとあの差がついてこないと思うので。 えー、そういういいところをを大切にテキストなんかを作っていますですから実際もうあの点数に結びつくっていうことね即点数に結びついていくっていうことをこの講座でやっていきますので、えー、まあその前提となるのはそのベーシックなとこ2の,の要件の説明からしなきゃいけないようだとやっぱりねよくあの ベーシックからやりましょうって話になるわけなのでそこは分かってるんだけどもだけども例えば44条とコラボした時に分からなくなるとか優先権とコラボした時に分からなくなるとか、まあ、そういうようなところですよねあとまあ爪の問題で41条2個と3個のちょっと違いがよく分かってないとか、まあ、それはちょっと爪の甘さがあるっていうことであれば多分フィットする講座なんじゃないかなと思っています。 であとはですねあの、まあ、去年の,その担当の講座でもやったんですけどもやっぱりあの中上級者は、えー、得意なところと不得意なところがやっぱりあるんですよね。で不得意なところでやっぱり一番多いのが条約です。で特にやっぱ PCT 細かくて苦手だっていう方多いんですね。で、えー、とタードとかテキストとかのベースでやってしまうと。 あのやっぱりその過去の出題実績にのっとってのテキストになってくるので今まで出てないんだけどでもここまで今後は出る可能性あるよねっていう規則なんかもやっぱあるわけですよ。でそこやらないと実際やっぱ点数にはなってこないと思うんですね。 だからあのうちのクラスの,その教材の中にルールブックを作っていてそのルールブックっていうのは PCT のルールブックですね規則をあの集めたものなんですけどでそれをもとにその今後の予想のところも含めた上で。 あの規則対策対策策 PCT ををややっってていいくととうことをやってますですから条約全部でベーシックに比べてやっぱ2コマ多くて7コマあるんですけどもあの特にやっぱ力を入れてやっているのはベーシックと比べて PCT とあとまあトリプスですね必ずあの出てくるのでそこはベーシックよりもあのかなり手厚くなってるかなというところであります。はい で、あとはあの担当からの方と論文からの方で、ちょっと実際内容も変えているんですけども。あのそれぞれのところで、えー、配布物の中に毎週ですね。スケジュール表ですね。これを配布してます。要は1週間ですね。あのこれだけ課題やっといてください。みたいな。まあ、あの毎日毎日日に割ってあの配布してるんですけども、そのスケジュール表ですね。それを今年も配布していきますので、まあ、ご自宅の勉強をやっぱり充実させないと。 えーまあね、結果出てこないいと思いますよ講座の中でいくら真面目に全で出てきてとかだけだとやっぱり限界はありりますよねだからやっぱりその自宅学習というものを間違わない方向でですね正しく勉強するということも大事になってくるので、えー、講座の復習なんかをまあこう中心とした、えー、自宅学習のためのですねスケジュール表をまあ今年も配っていきたいなと思っています。 はいではえっと次にですね論文のちょっと話に入りますねで論文はやはりそのもう論文対策として今年はですねはっきりとその、うん、目指すところをですね、えー、表していきたいということがあって、えー、論文合格答案完成講座という名前になりましたでこれは私の方でちょっと考えた ちょっとベタな感じに思うかもしれないんですけども私はもうパッと見て効果が分かるようなそういうこう講座をね作りたかったんですね。 でえっと、知識をきちんとインプットするということ、まあ、それも関連する論文の問題が作られる一つの問題を作るために必要な条文をひも付けてインプットするっていうことも主としてるんですけども並行してやっぱりアウトプットですねあの合格答案完成講座というふうに書いてるようにやっぱ論文っていうのは知識面とそしてアウトプット面ですよねそれをあの処理するっていう能力ですね。でその両方がやっぱり備わって合格答案になるわけですよ。 ですからその知識の部分を、まあ、メインとなるテキストで、えー、とやっていくんですけども、えー、大事にしてるのがやっぱりアウトトプット面ですだから知識の部分はあのー、まあ言ったらある程度そのひも付いてるとはいえ え点を合わせたこう面ごとにこう見ていくような感じなんですよね。で合わせてその面を今度何個何面か4面かぐらいを使ってえ今度は事例問題にっていう形になっていくので、えっとインプットはまあ,あのそういうちょっと紐付け面にしていくっていうことを中心にしてますけど、アウトプットはかなりちょっと特徴的な感じになってます。でまずえっと一つはですね、アウトプットの一つ目はえ過去問題集ですね。過去問の あの問題集をつけていますでしかもそのテーマごとに合わせた問題集になっているので例えば特許を受ける権利の例えばインポートしましたとでそうするとその特許を受ける権利関係の事例問題っていうのはじゃあどういうふうに具体的に出題されてくるのかっていうことが、ねこうまあ、気になるというか必要じゃないですか。 ですからそういうテーマごとにその論文の問題をこう掲載することで、えーまあ、そのテーマに即した、まあ、実際の実践の練習ができるという感じで、まあ、この辺はですねあの講座の中でちょっとこう答案構成の時間を取りながらやっていくっていう形で本当にあの実践力といいうところをですすね大事にしていますで過去問はやっぱり、まあ、ある程度ね皆さんもやったことがあるいうことで っていうその経験値の部分なんかもやっぱり中上級者ならではでおありだと思うので過去問題集とは別に私の方で。 あの同じくこう事例問題集みたいなものをあの用意してますので,でそれは講義の深度とか皆さんの状態に応じてあの配布する問題集とかちょっと変えているんですけども、まあ、去年実績でいうと大体1回につき2問ぐらいの事例問題ですねそれを配布してる感じでまあそのちょっと時間をね使いすぎることも あの懸念しして宿題にしたりとかでもあの来週の解説のところでいきなりもう演習時間を取らずに解説に入りますよみたいなこともあの多々あるんですけどもとにかくその実践を練習していくで特にそのプロセスを大事にするってことですね。今今回回はけけけたんだけどとい,いうのは答案の中でやっぱり訂正が多い人も答案構成に問題があります。で答案構成ができないっていうのは結局何が原因っていうと大把握なんですけど何聞いてるのかとかね。 何が答えになるのかっていうことがわからないというのは大把握の問題なのでまず問題に対してこれ何聞いてるんでしょうねとねでじゃあこういうことを書かなきゃいけないってことを決めるでそれをまあ,あの土台としてまあ答案を書いていくわけなので答案書くその手前までの答案構成の訓練というものがやっぱりすごく大事なんですけども、まあ、問題文の読み方から実際答案構成用紙の使い方ですよね。うん、答案構成用紙見れば受かるかどうか分かるんですよはっきり言って。 なので都安構成の段階でもねあの考えずに書くんじゃなくてもう都安構成用紙を見ながら書いていけるっていうねそういうあの土台作りのところを中心にやっていきたい講義の中でやっていきたいなと思っていますであとこの講座はですね知識定着編というものが載っていますねあの実施しますよねで知識定着編っていうのは、えー 実際知識を定着させるため何を知識として定着させなきゃいけないのかっていうことを見えるる化するっていうこととを目的とした講座なんです,、ね、ですからちょっと一部あの、ね、テキストをお見せするとこれあの回答集の方なんですけどチェックポイントとしては例えば産業取りを可能性についてはこの3つがチェックポイントになりますよと。 例えばその三業取利用できない発明の領域を3つ挙げようっていうこれ解答集なんですけど問題集の方はそれだけが載ってるわけですよ。でこれ解答集見ると、まあ、この3つ。で例えば定義なんかもこれもあの穴入ってるのは解答集だからなんですけどこれ穴が抜かれてる状態であの問題集の方はあるんですけど。うん まあ要件の説明ななんんかもそうなんですよねこういうちょっと穴埋め問題だったりとか、まあ、こういう種旨系の問題なんかもそうなんですけどもこういう感じであの何を論文を書く材料としての知識をどうして持っておかなきゃいけないのかそれを実際見える化したものですね有限にして完成度を高めるっていうのが私の,そのモットーなので,でそれをまあ実際このまあ教材にしたっていうのがこの「知識定着編」です。 だから実際何覚えとかなきゃいけないのっていうのがなんとなくぼやっとしてるんだけどはっきりしてないっていう方が多いんですよね。であとはまあちょっと論点ですよね。なんかちょっと細かいようなところも多少あるんですけどもあのまあ 論点ですよね例えば123個は実施してなくても可能かとか、まあ、問題提起して、まあ、こういう説がありますよみたいなねちょっと細かいところなんかもそのプラスアルファの講座という意味でもこの「知識定着編」の方で説明しています。 えとあとはあのセレクト問題集っていうのがあるんですけどもそちらの方は、えー、と過去の、まあ、ちょっと昔のですねレックのその完成等連っていうものがありますがその完成等連の中から、えーまあ、これをちょっと解いて、まあ、あの練習をしてねあの実力を完成させましょうみたいな。 でそういうものをこうセレクトした問題集なんかがあのついてますので「えー、知識定着編は」は通信ですから自分の勉強の進路に合わせた復習講座というふうに考えてもらってでとにかくやっぱりその生講義の中で、ね、通信の方もその収録講義の中でその実践実践で身につけていくものを私の解説とこう並行して一緒にやっていくものっていうのとでその後実際自分で復習をするものっていうのを講座として その知識完成講座と、えー、知識定着編の方と分けてですねあのやっていくっていう形にしています。ですのであのしっかりその一期合格するために担当的な部分とそしてまあ論文的な部分。 っていうのをそのコースの中で役割があるんですけどもあの論文の中でもやっぱ知識大事だからそのちゃんと知識定着編の方でその書ける知識として持っておくものをちゃんと提供してますしで実際ただ論文っていうのは書けるようにならなきゃいけないのでその書けるようになるための訓練というものを徹底して講座の中でやっていくとそういう,こう役割をですね講座の中で担っています。 あと今年のちょっとまあ目玉じゃないんですけどあのちょっと新しい試みとして、えっと、趣旨対策をですねあのちょっと別に別にというかまあ時間をちょっと取ってですねやっ,ていってあのやっていこうと思っています。でなのでそのまだ種子対策のテキストをあのきちんとまだちょっと出来上がってなくてこれあの本当にまだ何て言うのかな 見本みたいな感じなんですけどあの私の方でこれは覚えとかなきゃいけない趣旨だっていうものをこうちゃんとピックアップしてあの趣旨対策のこうテキストですねそういったものも用意してますので一行問題ってねどう何を覚えとけばいいのか何をやれば十分なのかっていうのが分かりづらいので、まあ、そこもちょっと見える化するっていうことをあの試みとしてやっております。 はい、えーと、こういう感じで今年はですね一気合格コースですね、まあ、とにかくどこから参戦しても最後まで一気に合格するというねそういうことを目的としています。で特にその最後の口述対策としてもその知識定着編のさっきの,あの,あの定義の問題だったりとか趣旨の問題だったりとか、まあ、趣旨集なんかもそうなんですけどね口述対策でも使えますからそのまま。 だから私はよくね目的外しようっていうんですけど口述の,のアドバンスなんかよくねあの使って論文のね趣旨対策なんかしましょうなんかっていうこともねよく言ってるんですけどその試験としては一応形式的にね単論をこうというふうに分かれていますけど皆さんに求められていることっていうのはやっぱりあの共通すするところなんですよねやっぱりそのえー知識の部分。 っていうのもの,の確かさだったり、それが使えますか？ってことなので、それを角度を変えて聞いてきてるわけだから、そのテキストなんか。でもやっぱりこうハイブリッドで使っていくってことが、あの逆に有効だったりするんですよ。で、そういう視点からその知識定着編をえまあ通信にして。 まあ、いつでも自分の,その,、ね、あの都合のいい時に使っていけるっていうことを一部通信することで可能にしたあの趣旨もあるので、えー、そういうところもうまく使っていただければ本当に最後のねこの一期合格コースっていうのは、まあ、あの究極的にやっぱり口実までっていうことになりますからそこまであの、ね、全体で見ていただいて、えー、使っていただけるようなそういう満足度の高い講義にしていきたいと思っています。 はい、えー、とそしたらですねまた新しい受講生の方そしてまああの、ね、去年まで一緒にやってきて、まあ、ちょっと残念ながら、えー、またねあの結果を踏まえてリスタートするっていうねあの心を決められた方、えー、ぜひお待ちしておりますので、えー、次の試験で皆さんがですね、えー、まあ元気になってねあの一緒に笑えるような、えー、そういう結果をね私の方でも、えー サポートしていきたいと思っています。はい、ではあのー、これで以上となります。ま是、あ、非ですねえ。水道橋本校でお会いしましょう。